はい、どうも、ポールンです。今日なんですけど、社会人初日の一日を撮っていこうかなと思います。で、今日研修だけなんですけど、丸一日あって、で、しかも東京に行かなきゃいけなくて、それがちょっとね、きついんですよね。最近ロックダウンするかしないかみたいな感じの瀬戸際なんで、その状況で行くのがね、ちょっとね、きついんですけど、で、あと初日ってことで、ああ、嫌だな、みたいな気持ち。いろんな意味で嫌ですね、行くのが。ということで、腹くくって頑張りたいと思います。はい、ということで、持ち物なんですけど、まず、いつもの筆記用具の他に、こういうのとか、あとこういうテピカーとか、となんかこういうのとか、いろいろ持ってってね、マジ対策をしようかな。と、こういう、これリップクリームなんですけど、こういうのとか、マスクも入ってるし、っていう感じで、ちょっとね、今日はね、気をつけて行ってこようかなと思います。行ってきます。はい、ってことで着いたんですけど、電車も駅もこの街もかなりね、少ないですね、人がいつもより。で、まだね、時間あるんで、ちょっと朝ごはん食べたいと思います。でも個人的にはもうロックダウンしてほしいですね、早く。多分決断難しいんだろうけど、ちょっと出たくないよ、本当に。で、これ見てもらったら分かるんですけど、人とかはほぼね、いないですね。いつもね、めちゃめちゃ人多いんですけど、この辺。でも今日はね、やっぱいないですね。で、あとね、ここに松屋があったんで、ちょっとね、ここでご飯食べたいと思います。はい、ということで朝ごはん食べ終わったんで、今から研修に行ってこようかなと思います。で、今日の研修が9時間あるんで、めちゃくちゃ長いんですけど、ちょっとね、頑張りたいと思います。まず1お願いします。スイッターでお願いします。コロナで内定取り消しになった人とかもいるから、それは聞いた。周りいる？身内じゃない？周りはいない。いない？友達旅行会社だったんだけど、ちっちゃいところで、危なかったみたいな。切られかけたみたいな。あ、そうなんだ。でも実質9月からみたいな、そんな感じ？なんだ？へえ。もっとないもんね。そう。志村けんのあれでだいぶみんな、ね、いいんだよね。結構衝撃でしょ。数間経ってないよね。でもあれは本人にも一理あるみたいな。あ、そうなの。1日タバコ1箱3箱か。ああ、そう。肺炎するから多分。でめっちゃ酒飲むしみたいな。健康体ではないもんね。でも怖いよね、そう考えて。そういう人一気にもうかかったら。海外とかだとさ、もう若者でも死んでる人とか出てきてるから。ちょっと0歳の女の子ってなんだっけ、海外だっけ。日本かもしれない。マジでかかった？かかったって、なんか聞いたことある。前まではなんか年寄りがさ、ライブハウス行くからどうとか言ってたけど、もう関係ないじゃんね。若者の方がヨーロッパとアメリカが結構やばい。やばいよね。なんか言った？あ、ごめん、なんか言った？あ、俺？うん。ごめん、独特のウィスパーボイスがちょっと そう聞こえちゃうかもしれない、ごめん。やばい、もう過ぎる。お取りください。次は大口か、大口か、お出口か。
はい、ということで研修終わりました。で今予定ではね9時間ぐらいだったんでだいぶ長いんですけど、まあね結構巻いて、まあ今夕方なんですけどもう終わりましたね。でまあ結構ね疲れたんで、初日だったんで、まあ疲れたけど予想してたよりは全然マシでしたね。いやもっとねなんか初日から怒鳴られるんじゃないかみたいな被害妄想してて、でもそんなことなくて全然いい雰囲気で、まあ、覚えてよかったですね。で普通に同期もいい人で、あの先輩もいい人だったんで全然良かったですね。まあ、ということで家に帰りたいと思います。はい、ということで家に帰ってきました。で、まあ、今日の感想は、まあ、そんなに辛くはなかったんですけど、まあ、ちょっとね疲れましたね。まあなんか最近まで学生だったんで、あの今日ねあの1日目なんですごい記念すべき日になったかなと思いますね。なんかこう新たな一歩を踏み出したみたいな、まあ、人生においてなんか今日はねちょっとねまあ特別な日になったのかなと思いますね。でも春休みの最後の方の1週間とか2週間は結構ね家に引きこもってたんで、まあ、こんな感じで久々に外出て、あの街はねちょっとね人数ってか人少なかったんですけど、でももうねだこれからさ4月一応さ働かなきゃいけないからどうしようかなって感じっすよね。だって自宅待機もできないし、なんかもう本当に国ご政府がさあのまあロックダウンなりあの緊急事態宣言なりさやってくんないと多分ね会社も動かないし、まあ、動く会社もあると思うけど、ちょっとね僕の会社はあんまりまあ対策してるっちゃしてるけどそんなにって感じだったんで、あのなんかもうどうしようかなって感じっすよね。あの不可避って感じで、外出不可避って感じなんでちょっとねそこがね厳しいっすね。でもまあもうなんだろう運命に位置づけられてるだけなんで、なんかもう、働くしかねえかなって感じですね。もうだって新卒1年目で、なんか行きません、仕事行きませんとか言えないしさ、だからまあ最低限気をつけながら、まあちょこちょこ様子見て、まあ適当にね、社会人やっていこうかなと思います。ということで今日は終わります。お疲れ様でした。